はい、皆様こんにちは、マストさんちのコウです。本日ですね、こちらブーンスト知ってます？文豪ストレイドッグスの太宰治を書いてみた、やっていこうと思います。一応ですね、ラストの方にサムネこんな感じで作るよみたいな感じのキャンバーのやつね、あれもね一応入れていくんですけれども、まあ、なんで急にブーンストのね太宰治を書き始めたかっていうとですね、今更なんですけれども、このブーンストのパズルゲームですね、迷い犬怪奇譚を最近プレイし始めたんですね。っていうのもね、私の一番身近にいる子がね、ブーンストがものすごく好きなんで、まあやったんですけれども、で特にね、私本人は推しっていうキャラクターはいなくて、まあただやってるだけなんですけれども、身近なね人がね、この太宰治が好きだということで、太宰治を初書きさせていただいておりますね。いつも通りね、線画からやってるんですけれども、あれですね、このイラストの一応モチーフっていうのかな、その迷い犬怪奇譚の中にいる、SS レアの太宰治を、参考にして書いているんですけれども、この手のキャラクター難しいよね、めちゃくちゃね。何が難しいって、顔が難しいのよ、顔が。普段ポーさんみたいにね、まともじゃない目を描いてたりとかね、まともじゃない顔を描いてたりとかすると、やっぱりこういうのがちょっと難しくなっちゃうんですけれども、今回もね、限界ギリギリで頑張って描いております。こんな感じですね。で今はね、いつも通りね、太めの感じのやつで、こう黒い枠を取っている感じですね。はい、ちょっとね、今回短い時間なんで、ちょっとあんまりこうどういうゲームなのかっていう説明はできないんですけれども、ざっくり言うとただのパズルゲームなんですよね。ただね、非常にね音がいい。あと声優さんがめちゃくちゃ好きな人なんかはものすごくおすすめなんじゃないかなというふうに思います。ただね、大人の視点から言うんであれば、めちゃくちゃ課金しないと無理じゃねっていう、推し活用のねゲームに近いのかもしれないですね。はい、じゃあこんな感じでですね、白塗りも全部終わったんで、目を描いていくんですけれども、こちら目がね、怖っ。ハイライトの入ってない目って怖いですよね。眉毛は勝手に自分でこうキリッとした眉毛にしちゃってます。はい。ね。こんな感じで、太宰治も仕上げていきます。ね、文豪ストレイドッグスに関してはね、アニメでも第5期までやってるし、今でも漫画新刊出てるのかな。小説もね、たくさんありますよね。で、違う、ほら、いろんな、世界線がちょっと違うやつとかも出てるし、もちろん私もね、ほぼほぼ、自分が見たいと思ったというよりは、強制的に見せられたという、そんな感じになって、ある程度知ってるんですけれども、個人的にはね、多分、ビーストかな？ね。の方かな、そっちの方にちょっと好きな声優さんがいるんで、もしね、ゲームをプレイすることがあったら、そちらの方のイラストも描ければいいな、なんていう風に思っております。で、なかなか描かないスーツ姿なのかな。こんな感じでね、残りはね、ハイライト入れて終了かな。終了となりますね。パパパパパーっていう風に終わるんですけれども、こんな感じで太宰治を書きましたという感じですね。じゃあね、続いてキャンバの方やっていこうかなと思います。早速キャンバの方に取り掛かっていくんですけれども、ちょっと音声変わって申し訳ないです。でね、サムネにする土台のイラストはもう入ってて、でこれなんかはキャンバのツールですね。これね、これどういうツールかっていうと、ちょっと待ってくださいね。
っと待ってくださいね。待ってくださいね。これ複製して、間違えた。こうじゃない、こうじゃない、こうじゃない。ああ、これは前の、これは前のやつです。これ前のやつです。よろしければ、こちらの方もね、見ていただければありがたいんですけれども、これはあれですね、すぐの日に使ったやつかな。まあ、いいや。これはね、どんなツールかっていうと、この作文のね、何?線。線。原稿用紙のやつですね。原稿の用紙のやつを2つ使って、で、こう、うまいことこう、つなぎ合わせてる感じですね。で、まあ、土台はですね、ちょっと待ってね。土台はですね、一応、書いたね、このイラストですね。どういうイラストかっていうと、ペンが反応しないね。ペンが反応しないね。電池切れになりましたね。これですね。このイラストを、一部こうギュイーンってここギュイーンってね、大きくしてね、大きくして伸ばしたやつを使っている感じです。はい。で、見にくいよね、ごめんね。パソコンでね撮ればいいんだけどね、パソコンで撮るのねちょっと大変なの。まあ、なんでこんな感じですね。で、あとは普通の明朝体のねフォントを使って、人間失格、太宰治の有名な作品ですねを使っております。で、タイトルはね、これね、今のところもうこれでいいかななんていうふうには思ってるんですけれども、まあこれにね、もう一文こうサムネイラストを書いてみたみたいな感じのやつつけようかななんて考えてますね。で、あとこのタイトルをいつも通りカラフルにすれば OK っていうところまで持っていっております。でね、早速なんだけどね、この書いたミニキャラの太宰治ですね、この太宰治を配置していくんですけれども、Apple Pencil が使えないんで指でやりますね。ちょっとね、指でやるとね、ものすごいね、変な風な画面になるかもしれないけど、まあ、気をつけて。あ、気をつけて、私が気をつける。はい。気をつけてみてください。一応、まあ、こんな感じの、でいいかな。でもなんかちょっと、バックの太宰さんの目玉がこう、消えんのが嫌だな。でもこれだとちっちゃくて分かりにくいよね。まあでもこんな感じでいいんじゃないかななんていう風に思いますね、今回も。したらね、いつも通りね、配置を変えます。一番分かるかな、最背面にした状態でこう一つずつ上げていく感じですね。この辺だったら見やすいんじゃなかろうかという風に思っておりますね。で、これ、文豪ストレイドッグスの、迷い犬会期間に関しては、多分っていうか、おそらく実況しないんじゃないかなと思います。なんで、まあ、一応、ゲームキャラとして、太宰治も書いてみましたっていう感じにしたいかな、なんて思っております。はい。じゃあ、こんな感じでね、まあ、完成のね、サムネではないんですけれども、まあ、出来上がったのはもう多分皆さん見てらっしゃると思うんですけれども、まあ、出来上がりをお楽しみください。あれ?ここ色塗り忘れてるかも。はぁ修正しまーす。はい。はい、そんな感じです。で、こちらキャンバーの方はですね、今一番、一番違う。今ですね、有料化されているキャンバーを使用しております。なんで、多分、これ、今使ってるツール、これですね。この原稿用紙のやつ、プロ版の、やつかな?ツールになります。まあ、1ヶ月ね、だいたい1500円ぐらいのサブスクなんで、ちょっと高いなーって思う方もいらっしゃると思うんですけれども、まあ、有料版にするとね、いろんなツールがね、勝手にこう、いろいろ使って、ね、来るので、もしね、頻繁にね、こうやってサムネを使うんであれば、サムネを作るんであれば、キャンバは有料化した方がいいんじゃないかなと思いますし、使う時だけサブスクに入って、で、登録して、有料化ツール使ったり。まあ、十分ね、フリー素材でもね、ご満足いく作品は作れると思いますので、まあそこはね、うまくね、使ってね、やっていけばいいんじゃないかなというふうに思います。今回私はね、原稿用紙のね、やつをこう自分で手書きで書いて、キャンバの中に入れるっていう、そういう行動がちとめんどくさかったので、お金を払いました。嘘です。使いたかったんです。有料ツールを。はい。
そんな感じですね。ここまでご視聴していただきありがとうございました。またですね、ゲーム系かな？うん。ゲームの方のね、実況動画の方見ていただければありがたいと思います。もちろんですね、イラスト作成の動画下手くそなんですけれどもね、私八頭身とか人間描くのとか苦手だし、そもそもイラスト描くのが苦手な状態なんですけれども、まあまあまあ、一応やっていきますので、よろしければそちらの方も見ていただけますと嬉しいです。はい。じゃあね、本日もお疲れ様でしたー。